も、Bレジェンド鍵谷でございます。だいぶ寒くなってまいりました。寒くなってくると何かというと、ダダーン、 Bレジェンドホットシリーズでございます。はい、ということでね、去年はですね、おしることクラムチャウダーとあとコーンポタージュの3つをリリースしたんですけれども、今回ね、11月30日お昼12時からですね、こちら2つ、おしることコンポタをリリースしたいと思います。で、1500袋各々ね、どっちも限定なんですけれども、こちらおしるこの方がですね、2680円でございます。そしてこちらコンポタの方が、2480円でございます。でね、ホットシリーズですので、ホットもうこれここにね、お湯、用意してまいりました。で、だいたい1食あたりで 20g、 こっちで 20.8g、 こっちもこっちは 22.2g タンパク質が取れますのでね、まあ、これはまあ大体 40g あたりで 22.2g で、こっち 30g で 20g なんですけれども、で、去年はね、おしるこに実はお餅がついてたんですけど、今年はお餅つきません。すいません、ちょっとお餅用意することできませんでした。ということで、まあ、この2つリリースするんですけれども、実はね、まだ多分ね、来年になると思うんですけど、去年3つでしょ、今年2つでしょ、いやいや、もう1つあるんです。それちょっとまだ楽しみにしておいてください。でね、一旦この2つをリリースして1500袋ですので、まあ皆さん、お急ぎください。どっちもかなり美味しいです。もうね、この1年間、女性の方もそうですし、男性の方もそう、特に女性の方はそうですけど、まあこう、朝食にね、コンポタ飲みたいとか、僕はね、このおしるこ、よくね、小学校の時飲みませんでした。僕は、まあ45なんですけど、このカップのね、シャーッとこう開けるおしるこあったでしょ、シャーッと開けて白いやつね、でお湯入れて飲むみたいな、あんな感じの味です。コンポタはもうそのまんまコンポタと思ってもらって結構です。だからどっちもホエーからできてます。ホエープロテインでございます。ですが味はおしることコンポタになってるので、楽しみにぜひ飲んでみてください。ということで早速ね、ちょっとどっちも飲んでみたいなと思いますので、どっちからいこうかな、コンポタからいこうか。よし、コンポタからいってみましょう。よし、開けて、で、全体 200cc 程度、よいしょ。まあこれマグカップ今200入れましたけどね、マグカップにお湯入れました。で、これに大体スプーン吸い切り5杯ぐらい、あれ入らない、よし、1杯、ちなみにこれポットの95度のポットのお湯入れてきたんですけど、あんまりね、熱くない方がいいです。なんかスタッフやってたので言うとね、60度のお湯が一番いいみたいですね。で、こんな感じ。ほら、黄色いでしょ？なんかなんだっけ。市販のね、こういうコンポタありますけれども、あんな感じでしょ？さあ、で、こうやってスプーンでね、混ぜ混ぜするんですよ。スプーンでこうやって混ぜ混ぜして、熱すぎて、熱すぎると、今これなってるけど、固まってしまいます。若干。でも固まったのもね、コンポタの粒みたいになってね、いいですよ。あ、で、絶対シェーカーでシェイクしちゃダメですよ。お湯をシェーカーでシェイクすると、膨張してね、爆発しますからね。バンって腫れますからね。だからちょっとね、60度ぐらいが一番いいですね。もうすぐごくごく飲めるぐらいの温度でやってもらうのがいいと思います。まあ、こうやってる間に多分ね、そうか、先におしるこの方やってもよかったのかな。おしるこの方が多分溶けがいいと思うのでね。まあ、こんな感じ。見えるかな、中。見えてる？こんな感じ。で、今ね、このスプーンの方でいくとね、ちょっとほら、ちょっとこういう風についちゃってますよね。見える？映ってるかな？若干ちょっとまだ溶け残りもありますけれども、飲んでみましょう。朝食にいいですよね。ということで、いただきます。先にこのスプーンついてるんだろうか。いただきます。これはね、普段のプロテインみたいに一気飲みはできないからね。熱っ。あー、うまいわ。うまい。ね、口の中のこのクリーミー感、なんていうのかな、ほんとコンポタの中の口の中でこうとろっとした感じがあるじゃないですか。あれ再現できてます。うん、あちちちちちちち、はい、あちちちちちち、超おいしいです。超おいしい。
ということで、ちょっともっと飲みたいんだけど、こっち冷めそうだから、おしるこも行ってみましょう。ね、こっちも 200cc。よし、おしるこ、おしるこ、おしるこも行きますよ。さあ、これもね、今 200cc お湯入れました。で、おしるここんな感じ。こんな感じ。いきますよ。一杯。これも5杯だっけ ?4、5杯。あ、120から150ミリのお湯や水などでって書いてあるのに 200cc 入れちゃった。2。4、5杯ってなってるから一応5杯、6杯ぐらい入れないと多分水分量で合わないんだろうな。一旦5杯で溶いてみようか。ほらほら、こんな感じ。粉。超粉。よいしょ。これ、あれだな。マグカップが浅いから、なんかこぼれそうだな、200cc も入ってると。でっかい、僕、家にあるマグカップはでっかいんでね、あれで飲むと、こういう、熱い、こういう感じのマグカップあるじゃないですか。それよりもうちょっと浅くて、もうちょっとでかいけどね。お湯をね、レンジでチンするとかね、あれ、どうやったかな。去年の動画、コンポタかな、去年の動画あると思うから、それちょっとここ貼っときます。ぜひ見てください。ほら、見て見て。ほら。おしるこ。ということで、いただきますよ。そう。まだ、溶けてない。いただきます。あー、うまいわ。あー、うまいわ。200cc で5杯でもいいね。全然 OK。あー、うまいわ。うん。うまーい。あー。本当にカップの、白いカップのおしるこあるじゃないですか。あの味です。で、コンポタは、コンポタいろいろ売ってますよね。これ箱に入ったようなやつ。あのコンポタの味。いや、もうほんと美味しい。そうか。交互に飲むとあれだな。こっち甘くてこっちしょっぱいから、ちょっとなんか味変な感じになっちゃったけど。でも美味しい。コンポタこんなうまかったかなって言うと怒られるけど。去年も飲んでるけど。こんなうまかったかな。うん。こんな感じ。全然溶け残りはない。うん。いやー、うまいよ、これ。おしるこも飲もう。いただきます。うまいよ。うん。うまい。なんか今年さらにコンポタ美味しくなってない。あ、水分量の違いかな。今 200cc に5杯入れたと思うんですけど、どっちもそうか。200cc に5杯ぐらいでちょうどいいんだろうな。うん。で、これ今飲み終わりました。ほら、中見ると、この辺どうしたらいいかな。この辺にちょっとついてるかな。で、あと、スプーンにちょっと水に浸かってない状態のものがあるから、まだついてるけど、いや、美味しい。改めて、朝食にね、本当にいいと思います。だからまあ、1500で完売なんで、まあ、まあまあ、年内は多分持たないでしょう。早々に売り切れる可能性もありますので、お買い求めいただければと思います。いや、うまいな、これ、本当に。なんか、適切なレビューがしたいんですけど、すいません、なんか、うまいな、うまいなしか言えてないですけど、美味しいです。寒い冬にぴったり、コンポタとおしるこ、ぜひ、この機会に試してみてください。ということで、明日ね、お昼12時から販売開始となりますので、ぜひ、皆さん、ポチッとしていただければと。まあ、夜でもね、売り切れることはさすがにないと思います。けど、まあ、1500だからちょっと、わかんないけどね、早ければひょっとしたらひょっとするかもしれないですけど、お急ぎください。ということで、今回は、Bレジェンドホットシリーズ、おしること、コンポタのお知らせでした。では、ぜひ皆さん明日楽しみにしておいてください。グッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。あと、皆さんぜひこの動画の方シェアしてみてください。ではまたお会いしましょう。さよなら。